パトリック・クラーク・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ワシントン DC 出身。WWE の参加団体である NXT に、ベルベティン・ドリームのリングネームで所属。女子レスラーであるワンバー・ロドリゲスはいとこになる。2014年6月、メリーランド州を拠点とする、MCW が運営する、MCW トレーニングセンターに入門。プロレスラーを目指して、 トレーニングを開始。10月3日、MCW World of Warfare 2014にて、プロレスラーデビューを果たす。海い刀と対戦するが敗戦。同月11日、アファーの愛が、ペンシルベニア州にて主催する、WXW の WXWC4、ズストックキャンサーベネフィットに参戦。j フレッ d ィと対戦するが敗戦。11月14日、 MCW オータムアルマゲドンツアーにて、アンドリュー・スティールと対戦。プロレスラーとしてのキャリア初勝利を飾る。同月、リーグリーンとサドンインパクトなる、タッグチームを結成。12月31日、CZW の登竜門的イベントである、CZW、ドジョウ・オーズ17にスラッカー・クラークのリングネームで参戦。レノン・ダ・フィーのリングネームで参戦した相棒である。 リーグリーンと対戦。最後にサンセットフリップを決められ敗戦。2015年4月24日、MCW スプリングフィーバーツアー2015にて、リーグリーンとのタッグで、パンクロックオールスターズと対戦して勝利。5月16日、ニュージャージー州を拠点とする PWM に参戦。ミサイルアサルトアントプロレタリアートボアオブモルドバと対戦して勝利。 2015年4月、メジャー団体である WWE が有望なるスターを発掘する育成プログラムであるタフイナフに参加。6月に最終選考へのトライアウトで40名のうちの1人に選出される。同月12日、最終選考の13人のうちの1人として選出され、本戦に進出。同月23日より最終選考を兼ねて、 USA ネットワークで放送開始されたリアリティ番組形式のタフイナフ6にて10代の若さと身体能力の高さに一定以上の評価を得ていたものの若さゆえに他の参加者に対して生意気な態度を取り謙虚さがなかったとして第5週目で失格となったタフイナフ参加後2015年8月9日マイキー・ウィップレックがニューヨーク州にて主催するニーックと 長与千草が主催するマーベラス USA の合同イベントである風林火山その1に参戦。MCW 時代のパートナーであるリーグリーンからリングネームを変更したリオラッシュデビットスターと3ウェイマッチを行い勝利。同月15日、ペンシルベニア州を拠点とする LCW のタッグトーナメントであるキーストーンカップ2015。 にリオラッシュとサドンインパクトを再結成して出場。一回戦でパーティーアニマルズを破り、準決勝では実力者同士であるジョナサン・グリシャムシェーン・ストリックランドを相手に勝利。金星を手にする。決勝では、ローにて活躍するハウス・オブ・トゥルースと対戦するが敗戦し、準優勝という結果に終わった。10月3日、MCW トリビュート2レジェンズ2015にて、 リオラッシュと組んで MCW タッグ王座を保持するエクトラージュ、ヘルキャッツと3ウェイタッグマッチを行い勝利。ベルトをダッシュした。NXT2015 年10月、タフイナフ参加時にトレーナーを務めたリタから評価されていたことにより、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。育成施設である WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。 2016年2月5日、参加団体である NXT の NXT ライブにて登場。リディックモスを相手にデビュー戦を行うが敗戦した。10月5日、NXT にて初登場。リッチ、スワンと対戦。試合中盤にスパインバスターを決める場面があったが、最後にスワンキックからハンドスプリングムーンサルトプレスへとつなげられ敗戦した。 2017年5月24日、NXT にて、リングネームをベルベティーンドリームに変更して登場。ロバート・アンソニーと対戦。最後にダイビングエルボードロップを決めて勝利した。10月11日、インディ時代の名優であるリオラッシュと対戦。ラッシュの素早い動きに翻弄され、ティルトはワール d DT を暗い窮地に陥る場面もあったが、ホールを返すと構成に転じて、 カートウィールディスバレードライバーからパープルレインメーカーへとつないで勝利した。2018年1月27日、テイクオーバー、フィラデルフィアにてカシアス・オーノと対戦。打撃戦を展開する中、終盤にオーノよりディップコード、ローリングエルボーを決められようとしたところ切り返してカートウィールディスバレードライバーからパープルレインメーカーへとつないで勝利した。 2019年1月30日、放送の収録で NXT 北米王者のジョニー・ガルガノに挑戦。勝利して王座を体感した。パープルレインメーカー NXT 北米王座。ありがとうございます。